景色的には10年前は同じ場所を巡るって感じだったんで、そういう意味ではなんか新しい、こんな場所もあるんだみたいな。自然が多いですね、この辺は。僕がホームステイしたところはなんか市街地だった。ニュージーランド5日間終わりまして、初めて来たんでクイーンズタウン、なんかまだこんないろんな魅力があるんだなっていうの知れてよかったですし、自分で言うのもあれなんですけどめっちゃいいと思います。写真集とかいろいろ見てくれた皆さん、この動画見てくれた皆さんもぜひ来てください。ニュージーランド以上、佐野隼人 in ニュージーランド3回目でした。バイバイ。